コートに出演してるピッチャーが多いですね。まあ、小林選手は今回この試合形式、提唱した中ではですね、まあ、あの石川修選手が131キロということで、小林選手はですね、その大きい、なんですかね、あの番組冒頭、須山さんからもお話ありました通り、これだけの巨体の選手がシングルで、ぶりですね、やっぱり、ああ、そこで、その急行感よりはスピーディー感、ちょっと待って、これね、普通に見てるけど、あれすごいね、できるんでありましょうか、石川修司。あの石川修司、ああ、うまい。石川修司選手というのは他のその人というようなその心構えがあってではなくて、本当に自然にラインナップされてきた。まあそれは例えば宮本選手とか。そうですね。大迫力。ああ下から突き上げるように。
の赤踏んでしょうね、はい、あ、きっちり張った。なんかアメリカの酒場のなんか喧嘩みたいに自分からこれ加えましたよ。